ディオゴカンとパドラムディオゴカンは大航海時代のポルトガルで最も優れた航海士の一人として活躍した探検家。1480年代にアフリカ西海岸を南下する航海を2回行った。アンゴラがポルトガルに植民地化されるきっかけを作った人物であり、アンゴラでは非常に有名である。15世紀中頃とアルバロ・フェルナンです。 ゴンソルベスカオンの諸子として、ビラレアルで生まれた。父は貴族であり、その父ゴンソロカオンの諸子だった。ヨーロッパ人として、初めて、コンゴ川を見つけ、遡ってみた。また、赤道付近からウォルビス米までのアフリカ西海岸を探検した。ポルトガル王女案2世は、エンリケ公会王子の事業を引き継ぎ、艦をアフリカの赤道遺南の探検に送り出した。 コンゴ川の河口と三角河を発見し、パドランと呼ばれる石柱を建て、ポルトガルの領有権を主張した。彼らはさらに川を遡上し、現住のコンゴ王国との通称の道を開いた。その後艦は海岸線をさらに南下し、現在のアンゴラに達して、二本目の石柱を建てた。一行は1484年4月にリスボンに戻り、艦はジョアン2世により、 岸に除せられた。帰路の途中でアンノボン島も発見している。ディオーゴカンの名が刻まれたヨララの岩1484年から1486年に行った2度目の公開はマルティン・ベハイムを伴ったものだが、その成果は非常に疑わしい。この公開でも2カ所に石柱を建て、うち1本は前回よりさらに南2 4 0 0トルの地点で、 ここが、艦の最も遠い到達点と見られている。彼は、コンゴ川を遡上することで、プレステジョアンの領土に到達できると考え、再び遡上したが、マタリ付近までで断念した。1485年10月か11月、そこにあるイオララの滝のあたりの岩にアキシェインガーアム、オスナビオスドゥエスクラレシドレイディジューオ、ツーデポルトガル、ジオゴカオン、ペロアナス、ペロダコスタ、 という文章を刻んだ。1489年のヘンリックス・マルテルスの地図などによれば、カンはケープクロスで死んだとされている。しかし、歴史家ジョアンデ・バロスラによれば、カンは今後から原住民の特使をポルトガルに連れ帰ったという。カンが2回の航海で建てた4本の石柱は記録された場所で確かに見つかっており、 それぞれに刻まれた日付は1482年と1485年である。ケープクロスの石柱は現在はドイツのキールにある。他の3本の石柱はリスボン地理学協会の博物館にある。ありがとうございます。